わりよ。よくしゃべるやつだな。だから元気だね。朝はコケ群がいいもんね。な、今日は2回起きたか。夜中？うん、1時に起きて、3時にちょっと起きたけど、この子がひっくり返したいらしいわ最近。コロ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 ね、練習してるからね。うん、そっか。今日も一日が始まるんだ。何かやってるっぽい。かわいい子、かわいい子ね、かわいい子ね、ちっちゃんはかわいい子、踊ってんすか。かわいい子、かわいい子、遊んでるよ。遊んでる。そうそう、あなただけ遊んでる。いやいや、あのさ、最近遊び時間が増えて、前はもっとちっちゃかった時は、食べて寝て食べて寝て、そんな感じだったけど、もう遊び時間ができちゃってね、遊ばないとぼーっとしてるから、そうしなかったらね。まあそういう風にやってさ、こんなコミュニケーション取ったり、ね、体力つけたりしてるわけね。そうだね。この人でも何もやってないけど、あなただけの運動じゃない。違う、もう朝こういうペトンしたらね、もう体力なくなって朝から疲れちゃう。おい、お前も踊れ。ママだけ疲れてるぞ。何作ってるの？あの服何？なんだこれ。友達がくれた。この間来た友達。この赤をインスパイアされて、トマト、チキンのトマト煮、作ってみようかな。カレー？違うよ、煮込み。カレーじゃない、トマト味。スープ？スープ見ないもんで、もうちょっと煮込んで水分を減らすけど、まあ、チキンです。今日休みですか？そうです、今日は、ね、お休み。だってさ、井口をね、手伝ってくれるかな。ありがたいな、本当に。手伝おうって、まあね、一緒にやらなきゃね。すごい、いいパパだ。いや、そういう、わざとそういう話したんでしょ、人気の。いつもそうだよ、私はね、持つために素敵な旦那様を演出しないといけないんで。素敵な旦那さん。まあ今までもさ、ご飯は結構私が作ってたけど、ちょっと前からひょんちゃんが作ってくれてたじゃん。そう、でもまたちょっとあのジェイちゃんの方に忙しいから。そうですよね、最近はまたご飯担当私やってますけど。そうですよね。レシピどこで載ってたの？皆さんも参考にすればいいの？いや、インターネットで検索してください。鶏肉トマトとかで検索してください。あのさ、急に服を着替えたんですけど、この服覚えてますか？アボカドでしょ。アボカドどうなったんですか？まあその話じゃなくて今、姉ちゃんが一人で寝てるから、おとなしく寝てます。そうそう、私の服を布団って感じに、かぶってあげたの。だからそういうママたちはよくあるあるじゃない？ママの匂いがあれば、ママがいなくてもよく寝てくれるかなって感じで、安心するかね、やっぱね。あると思うね、やっぱり。というわけで、この部屋は姉ちゃんの部屋なんですけど、ここでね、皆さんにちょっと紹介して、開けたいものがあって、こうやってジェンちゃんが寝ている間に静かにして紹介してみようかと思います。この隙にね、何ですか？じゃじゃじゃ、何ですかこれは？見たらわかるでしょ、正直じゃないですか。プロセニックの P11 モッピングっていう新商品です。新商品だから、皆さんにこんな新商品があるんですよってちょっと紹介してみようかと思います。なるほど、はい、はい。主人公が変わったんですけど、私のズボンが短すぎてパンツが短すぎて。というわけで開けていきたいんですけど、ちっちゃくない？めっちゃちっちゃい ね。開けてみますけど、本当に入ってるかなと、この掃除機が。ジェイちゃんも私のお腹に入ってたの。
今大きくなったから。いや、生まれた時も大きかった。何キロ。最近なんか軽い掃除機もあるじゃん、うんうん、これもね、うん、軽量ですよ。おお。これもまた中ちょっと見てみますけどね、うん、出まして、うん、まずね、うん、説明書が入ってます。それは紹介してたっていい、うん、ちゃんと書いてます。韓国語も書いてるんですか。韓国語はございません。英語、英語と日本語。あ、そうなんだ。だってさ、私の友達もね、あの日本にね遊びに来た時、どこにいても韓国語が書いてるから、ここ日本人いっぱいいるよって言ってた。私がもちろん日本だからそれぐらいになった、うん、不便なことが何もなかったらしいわ。やっぱ日本ってさ、うん、観光してもらいたいっていう国だから、そうです、資源があんまないからね、うんうん、たくさん外国の人に来てもらいたいから、うん、まあ、やっぱりそれだって英語は当たり前ですけど、そうそうそう、中国語とか、そうそうそう、韓国語とか必要になってきますからね、うんうん、これが本体ですね、多分。え、めっちゃかっこいい。その T シャツとよく合うな。それ武器じゃないか。これちょっとね、あの男の人ちょっとね興奮するかも。かっこいい。こういう鍛え方じゃないけど。もう終わり。はい。そして、ああなるほど。おお。うわ。あ。すごい。そんなにうるさくもないね。そうだね。結構静か。うん、でさっき言ってた重さですけど、うんうん、書いてあった通りに言うと、うん、2.36kg。 うわ、めっちゃ軽いじゃん。うちのジェニちゃんは 3.5kg キロで生まれたもんね。ジェニちゃんより軽いです。へえ。そしてこれも取り付けるやつはね何個かありました。これはまあ普通に、ね、立ったままやるやつで、うん、手元です。これなんかさ、ジェンちゃんのミルクの粉とかさ、ああそうだね、めっちゃこぼれるじゃん、うん、あ、それは何。これは細かいとこだね。さ、あのこの角っことかさ、あ、なるほどね。うん、もう片手で全然余裕ですわ、やっぱり、うん、連続時間とか続けてやれば最大45分ぐらい使える。え、すごい。まあ45分も掃除機かけることはないと思うんで、ね、それぐらい大きいうちはもっとかかると思うけど。そうだね、うん、まあ、でちょっと汚れたなとか、まあ、1日1回さっさとやる分にはもう全然よい、うんうん、そうだね。家庭用の掃除機で十分じゃない、うん、でここにバッテリーがついてて、うん、バッテリーがついたら大体重いんだけど、うん、そう、そうだね、すごいね。ここについてるとやっぱ重く感じるけど、これは全然、うんうん、2.3kg、フィルターね、掃除 した、うん、しなきゃいけないんですけど、そうそうそう、それがめんどくさいの。予備のやつもついてます。うん、助かるね。助かりますよ、うん、でね、これの特徴が、うん、モップがついてます。うわー、すごい。ここにお水をね、お入れるとこがあって、あーすごい。お掃除しながらやってみ、やってみ、なんとモップがけもできちゃいます。やってみ、うん、お水を入れて、本当だ、するとこれがモップがけができてしまうと。何？このままガチッと入れちゃう。あ、なるほどね。モップがけもできてしまう。あ、だから一気に日回が一緒にできること。その通りです。すごい、助かる。本当だよね。あのね、このスイッチで強弱が簡単に変えたりします。そうそう、手元で簡単に変えるんで、よくここのとこさ、ホコリとか溜まっちゃうじゃん、うんうんうん、で掃除する時も大変なんだけど、そうそう、ここのプッシュをね、うん、押すだけで、うん、ピッてできちゃう、ね、これも掃除簡単ですから、そうそうそう、これもいいですよ、うん、中が見えると今どれぐらいあるかっていうのもよくわかるし、うんうん、プロセニックの P11 モッピングを紹介しましたけども、あのこちらも概要欄の方にリンクがございますので、気になる方はそちらからあのご購入お願いします。
なんでパクパクしてんの。いや、あなたの声が私の声みたいな。合わせてるの。そう、ドービングしたよ。バレるじゃん。というわけでよろしくお願いします。で、私たちのヒーローはこんな感じです。いつも余裕があるね。え、2ヶ月だったからもう育児の余裕があるな。出かけ用に服を着替えましたけど、これ初めて着たやつ。もうサイズちっちゃくねえか。ちょっと模様がもよーって見て模様がもよーん。ふかふかってやつだから着なきゃな。お散歩行ってますけどね、なんかお腹だけが見えてるんですわ。そんなこと言わないで。女の子なのに。ちょっと見せてもらっていい？これを。失礼だね。守ってくれるの？あげてもらっていい？守ってくださる？これを。おおっと。なんか腹出てない？プニプニだ。おかがいる。助けて。なんか顔んでっか。あらまあ、これ何薬なんだ。子供よ。あ、そうそう。かわいい。この中入れんだよね、ゼリーの中に。あ、なるほどね。そうそう、ゼリーと一緒に食べさせる。騙されることか。騙されるというか。騙された。ゼリー食べてついでに薬も飲む。何これ、すごい。レモンスコアジだって。いや、気になる。お、シンシンあんじゃん、よちゃん。お、すごい。食べる？焼きラーメンだって。ちょっと高いです。大丈夫。だからひょんちゃんのお昼の簡単に食べるやつとかね、体にいいやつって言われてもなかなか時間ないもんね。体にいいやつは時間かかる。そうですね、うん、私のお弁当のふりかけとか買おうかな。お、こういうこと言うの。いい、すき焼き味だって。すき焼き食べたいもんね。なんて値段だろう。もう何でも値上がりしてますんでね。そうだね。めっちゃ安いけど、これ268円。理由があるよ、薄いもん。あ、これ美味しかった。メロン味、フォリッシュのメロン。なんだこれ、ジャンボ。いやー、私あれあれ、何何、赤木しぐれ練乳が入ったやつ、これです。やっぱアイスはなんか練乳が好き。これなんか年が分かるな。何がよ、アイスの選ぶことに年が分かる。練乳が入ったやつか、もしくはこう小豆バーね。お、このカリカリ君何の味。梨じゃない。あ、な、何これ。すごい、エナジードリンク味って、すごい。あ、私これアイス。梅しそ味ね、うん。うちのお兄ちゃんにも美味しくてさ、うん、前私が言ったけど、うん、あげたんだけど、うん、それ美味しくないから、うん、ノーリー、うん、お姉ちゃんのしばちゃんに、うん、犬ね、うん、ノーリーにあげたけど、ノーリーも食べない。食うわけねえだろ。